ンゼルス野球イベントやります。日にちがですね、11月22日と25日の2日間でやらせていただきたいと思います。遊びます。そして22日の方が小学生の低学年の方で、25日が高学年という風になっております。イベント内容なんですが、まあ、僕たちがね、監督をやって試合をしたいなと思っているので、はい、僕たちと一緒に野球やりたい方はぜひ参加していただければと思います。お願いします。イベント終了後、写真撮影と、まあ、サイン会みたいなのもやるつもりなので、ぜひとも参加の方よろしくお願いします。詳細の方は概要欄の方に貼ってあるので、ぜひそちらの方クリックしてみてください。はい、来てくれたらね、絶対楽しませるように頑張りますのでね、お待ちしております。お願いします。こんばんは、あきと、ゆうと言います。今日の登場です。ラジオネット食べ物のクイズ、走ったら飛ぶ大食い。これどんな企画かって言いますと、2対2のチームに分かれます。はじめが食べ物クイズを出してくれます。それに早押しで答えられたら、答えられなかったチームがその食べ物を食うことになります。あ、例えばおにぎりにまつわる問題が出たときに、はい、答えられなかったらおにぎりを食べる。そういうことです。ああ、なるほど、面白いじゃないですか。まあ自由戦なんで、うん、負けたチーム2人とも食べてもらいます。なるほどね。お腹いっぱいになったらもうその時点で終了です。アンパイじゃん、アンパイじゃん。だっていいですね、こいつらに負けるわけね。マジで今回お前とチームになりたい。これ負けた方のチーム罰ゲームありますよ。嫌です。負けた方のチーム1人が食べ物クイズ参考書1時間ライブです。受験生かよ。受験生でもやんねえよ。ということで、ちょっと重めの罰ゲームなんでね、簡単にギブアップも言えないだろうし、いや、そうね、本当にチームで頑張っていきましょう。よっしゃ。こんな感じでね、大食いとかやりながら僕たち日本一のスポーツ系 YouTuber を目指しつつ、日本一のチャンネル登録者数100万人を目指しております。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは続けていきましょう。せーの、スタート。ということで、秋地下対ゆうこばの戦い始まっていきます。やってこいよ。回答した人が間違えてしまったら、全員が回答するまで、うん、次答えられない。 OK、 秋地下相手はね、攻めても怖いとかね、全員答えたら回答できる、全員答えたらもうほどにしよう、言ったらもう何回でも。さあ、北前第1問。テーマと同じ愛、街中を真っ赤に染まる景色を見られる世界屈指の人気を誇る、最後はどこの祭り、どこの祭り。はい、アキさん、トマト祭り。はい、ブブーって言ったら手挙げていいよ。はい、どうぞ。秋田県。もうダメだ、そんな時。国って言ったよ。なんか国って言わなかった。はい、どうぞ。ドイツ。やばい、トマトの祭り、真ん中の2人の祭りと呼ばれる世界屈指の人気を誇る、最後はどこの祭りの祭りだ。はい、どうぞ。イタリア。はい、イーサン。スペイン。正解です。いやー、さすがね。すげー、さすが。ノーレッジ、ノーレッジ、さすが。すげー。こちらはトマトを1個ずつかな。ありがとうございます。トマトあんま好きじゃないよね。あんま好きじゃない。うおー、トマトあんま好きじゃない。めっちゃ大好きだ。お待たせいたしました、トメイト2つでございます。ありがとうございます。ピンボール来ましたよ。じゃあ、いただきます。いやー、飛ばしそうです。じゃあ、まず一口いけない皿。汚いだけ。丸ごとずつ、めっちゃうまく感じるわ。うん、そうだね。まあ、嫌いなのトマト、克服したのこのタイミングで。いや、前から結構いけてたの。それ食えたらもう全然いけるよ。じゃあトマト嫌いっていう自分がかっこいいと思ってた。あー、なるほど。かっこ悪いな、俺。嘘嫌いね。それは友達でもいいんだ。じゃあ、うまそうだね。OK。やる。ラクト、お前そろそろもうギブアップじゃん。お腹パンパンだって。全然。負けたんだけど完璧しましたよ。はい、ということで第2問よろしくお願いします。シー、ここ行けよ。豆腐はどこの国で誕生したでしょうか。はい、どうぞ。ドイツ。
ってる。おぶね。はい。どうぞ。日本。おぶねー。よっしゃ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 。めっちゃかっこいいよね。めっちゃかっこいいよね。どこ逆に？韓国だ、ね。韓国ワンチャンス。ある。だって東部地点だから。てか俺さ。韓国の料理番組の映画見てて、はいはいはい、なんか立ち上がってって優勝した人が賞金もらえるみたいなやつがあって、それの一個の種目で豆腐料理作ってくださいって出てきたんです。はい、そうなります。ちょっと結構か、じゃあ、それいただきます。はい、どうぞ。韓国。早っ。金入れとかない。中国。ないよな。中華よ。麻婆豆腐。麻婆豆腐。いや豆腐なんて分からんって。日本ってないんだもんね。分からんわ、マジで。クロック要件します。これちなみに分かってる。え、多分。まあじゃあちょっと答えるか。お願いします。はい、どうぞ。中国。正解です。なるほどね。うん、え、これ最終問題とかだったら、もう無理だわ。それは地獄。まあ、でも流し込めるから、まあ。いや、でも、ここからゴミ、もう味はないよ。やばい。美味しくない。ダメ。マジの空腹の時はダメだ。家が早く行かないと、もうどんどん開けると、どんどん開けるよ、これ。危ねえ。本当に俺これだけやめると思って。マジで、まあ、大体有名どこだよね、やっぱり。わかった。え、無視ない。そうってやばいね。嫌いになりそう。やったな。これ知ってるんですよね。絶対きついんだ。カレーかけてんのにこれになるからね。確かに。もういいやってなんだよ。もうダメだ、そんな時。すげえかも、さすが。おー、ここ切った。これね、カメラがあってるの、マジで。ずっと気持ちいいね。あー、置いた。マジ置いた。これもうベロに当てずに飲み込もう。うわ、大丈夫、吐かない。無理だ。いや、無理だよ。ああ、醤油とかつお節あってもきつくなるじゃん、こんだけできるな。確かに。てか、あんまりいっぱいになるよな。あー、食べよった。素晴らしい、ナイスファイト。食べ切ったということで、第3問お願いします。第3問、はい。日本では、はい、チーズですが、中国のハイチーズはチーズではなく何の食材でしょう。はい、どうぞ。はい、ビタミン B。 やったな。ビタミン B だけでいいんだよ。お前何ふざけてんだよ、こいつ。さあ、かよ。はい、めっちゃ、はい、はい、トッポギ。うぇー、トッポギ。チーズだろ。バカか、お前。チーズとか。そのまんまってこと。そうそうそう。やる、そんなこと。はい、どうぞ。はい、チーズ。さあ、バカげ。はい、ラーメン。じゃあ、中国版の言いますね。We are from cheese。 え、はい。え、どういうこと、どういうこと。チーズ、日本語で言うんですか。チーズ。はい、どうぞ。キムチ。まず自信満々でいきます。はい、どうぞ。確定。見てみます、野菜です。はい、どうぞ。小松菜。はい、いいぞ。ピーマン。はい、どうぞ。レタス。はい、はい、キャベツ。はい、わかった。カブ。はい、はい、キノコ。はい、はい、人参。もうダメだ、そんな時。わかんねえ。マジわかんねえ。はい、どうぞ。チンゲン菜。夏野菜です。はい、はい、ゆうと。ナス。これやばい、これやばいね。さっきのトマトを取っときたかったよ。なんか
カプレーゼでも作っとけよ、お前口の中で。お前、胃の中でカプレーゼはやめとけって。全向きガチ食いしよう。いただきます。はい、どうぞ。うまそう、いいな。味のあるもん食いたい、マジで。いただきます。もうダメだ、そんな時。入ってみた。接触ボリューム。まあ、でも飲み込めなそう。確かに、いけばいいかも。なかなか一気に6個食うことないですから、うん、これハラミと一緒に食うのうまいんだよね。ハラミね。あ、ごめん。焼き水と一緒に食べる。あと、いぶりがっことかもね。あ、クリームチーズ。これ、バカ。これ、うん、アンパンマンのあの犬ってなんだっけ。チーズ。これ、一回言ったよ。これ、答えるかも。アンパンマンの主人公誰だっけ。アンパンマンだろそれ。誰だっけ。アンパンマンだろそれ。かわいそう。かわいそう。おい、口を口でひけるバターを作る。どうぞ、カルブ。飲み込んでからね。うん。違う。こっちはあったり、こっちは右下。その口でイーラさんチーズ。イーラさんチーズ。せーかじゅりやじゃあ、どうですきついなんかきついね、3回戦だけどまだ見たくない、正直。それでは第4問いきます。はい、ダンママオンラインさんの、サイトから持ってきました。おめでとうございます。はい、おにぎりが一番美味しくなる秘訣はどれでしょう。はい、はい、ママに握ってもらう。自分切れた。うわ、おもろいんだ。こんなヒントだよ。おもろいんだ。はい、まだ真心。正解です。よーすげーすげー。一番美味しいだけです。いいじゃん、おめでとう。ママに握ってもらう理由が必要なんです。はい、できました。パティスの真心こもったおにぎりです。でかくない。ほんとでかっ。秋鮭と唐揚げ。まあ、どっちがいい。鮭。この鮭やれようや。せーの、最初でジャインポイ。あやとでしょ。食える。毎回その勝ってないやつもやんのやめて。いただきます。秋鮭いただきます。はい、サクッとして。どれじゃねえから。けるしょ。ちょっと大きい。でかい。これだいぶ大きなおにぎりだか。トッピング完成されてるから。うっせ。辛いうめえ。はい。はい、食べ終わりましたか。食ったぜ。ナイスナイスファイト、ナイスファイト。まだ余裕だね、さすがに。いきます、第5問。でーん、ヘクタロン。 1cc で一番人気なポップコーンは。はい、ゆうさん。ハニーハニー味。はい、どうぞ。キャラメル。はい、ドラえもん行け。塩。ディズニーシーで一番人気なポップコーンの味は。はい、塩バター。はい、あ、あきた。バター醤油。はい、コバ。ブラックペッパー。はい、糸。シナモン。はい、どうぞ。カレー。はぁ、問題言います。ブラックペッパー違うの。ディズニーシーで一番人気なポップコーンの味はブラックペッパー味ですが、人気4番人気のカレー味の近くにあるエリアはアラビアンコーストの。はい、レイジングスピリッツじゃねえや、間違えた。問題は弱せろよ。わかります。ディズニーシーで一番人気なポップコーン味はブラックペッパー味ですが、4番人気の味が近くにあるエリアはアラビアンコーストですが、多いな、ね、多いな。それを作ったアラジンのキャラクターは。はい、アクト。アクト。クロックでしょ。3、え、2、1、2。正解。よっしゃ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 。ジーニー、ジーニー、ジーニー、本当にアクトだった。早押しかった。あの近いのアクト。アラジンのキャラクターは。はい、アクト。なんかアクトとか
こいつがちっちゃい声で言うけど。ディズニーシー行かないよ。なんで？ディズニーシー行くねん俺が今から。ディズニーシー行かなきゃいけない。ジーニーが作ってはいませんが。マイコットで。おい。おい、せめてジーニーが作ったブラックペッパー持ってこいや。やばい。てかもうタイムないやね今の。一握りあげる対決しよう、さすがに一握りバッて相手にあげるなんか負けたらいいよ潰し合うのただただただチームのところでじゃんけんでしょただ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 チームのところでやるよただ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 チームのところでただ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 チームのところでただただただチームのところでおかわいビビビビビビおかわいよね、家を出してください0.5リーあれですね、はいはいはい。だって審判が言ってディズニーシー行くの。せーの、タタタタタあっち向いてこい。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 よし。で、これで、はい。一握りって別に。今回で、はい、返しました。ああ、もうちょい行けたか。まあいいや。食べた分ぐらい増えてる。実はそこの手に優しい。カルボナーラです。まあ、俺カルボナーラ食いたい。あ、いいっすよ。ああ。ちょっとね、麺が違うね、形が。ね。なんか胡椒がきついだろうね。量多いな。ここでまともな飯来た。いただきます。まあ、作られてなりがたいっすね。まあ、いただきます。まあ、なんかめっちゃイタリアじゃね。うまっ。鼻高くなってる？鼻高くなってる？大丈夫？ボンズ。来た。もうダメだ。そんな時。イタリア語ある。イタリア語あります。イタリア語もある。あります。何おはようおはよう。おはようなんだ。チューリーツハローじゃないの。だから違う違う、だって英語ってイタリア語だから。多分イタリア違う違う英語じゃん。ボンジョー。ボンジョー。フランスとイタリア一緒だろ。じゃあ英語って何語なの。英語のこちらの国はイギリスです。早い。宝物残ってますよ。宝の爪。宝の爪残ってますよ。宝の爪系の行ったらや。宝の爪行けよお前。食べた方がいいですか。いや、いいんじゃないですか。おい。おかしいやつ。食えよな。いや、あれは宝の爪を食ってほしいんだ。イタリア行く。お前ら、イタリア行く。ああ、いい。こちら。ボンジョ、ボンジョ。聞いたこと。いや、もう答えない。フランス語。はい、ごちそうさまです。はい、いや、すごっ。いけるんだ。まあ、いける。これは余裕。まだだって、これが初めての試食だからさ。まあ、そっか。バモス、バモス。第7問。おい、エクサコン、エクサコン。世界の美味しいリンゴランキング1位のリンゴの名前は何でしょう。はい、どうぞ。世界か。富士。いや、リンゴって無理だ。まあ、とりあえず行くわ。はい、情熱の太陽。はい、どうぞ。アマオ。もうダメだ、そんな時。イチゴやん。イチゴやん。イチゴしか取んないもんな。そうですよね。はい、はい、シャインレッド。大丈夫です。
ね。おしゃれな。おしゃれじゃない？はい。サンドボール。はい。ジョナゴールド。え？はい。はい。ベニーホッペ。はい。はい。青森リンゴ。そうなんや。あ、こんなんあったな。はい。どうぞ。リンゴ。はい。はい。アップル。もうダメだ、そんな時。はい。はい。青リンゴ。はい。はい。赤リンゴ。はい。はい。梨。もうダメだ、そんな時。お前、すごい。はい。クリエイティブすぎて、すごい。天才だからさ。もう、新鮮でしょ。世界の美味しいリンゴランキング1位のトイレでいいですか。はい、はい、世界一美味しいリンゴ。もう正解でいいでしょう。イエーイ、ナイス。世界一よし。あ、ナイス。いや、初めがなんかめっちゃ言ってたから問題文だもんな。もっと問題文だよね。謎謎ではなくて。よっしゃ、リンゴでかい。しかも別におしゃれじゃねえ、マジで。え、おしゃれじゃない、世界一って名前で。よくわかんない。おしゃれだって。全然叩かないっちゃうな。シャットオフリアンみたいな。そっちがおしゃれだ。いや、その声。じゃあ、しがみリブ会いただきました。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。嫌いとかですか、リンゴは。ここでも分かってる。あ、やばい。やばいのが分かってる。これもシャクシャク系スイカも入るね。うるせえな。シーン食ったって絶対今。もういい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 。本当にゴリラぐらい食うやん。早っ。秋田がどんぐらい食ってるか知んねえけど。ちょっとやばいな。腹切る。あの、来る、いや、次がやばいかも。あ、マジで、ま、マジやばーい。やろう。さあ、もうやだ、やばい。やだめ、チャンス。いや、マジ、どうですか、まあ、男女調子は。いや、もうちょっときついっす、マジで。もう俺も次行ったら次のまあ品にもよるけど、うん、次行くやばいな。アイスじゃない。アメリカじゃない。よろしいですか。正解。はい。それで行きます。マジでここでアコバ。イエス。ここガチで。マジ。第8問。はい。力のもとカンパニーが運営している世界進出している福岡市発祥の。はい。どうぞ。味の素。はい。はい。一蘭。力の元カンパニーが運営している世界進出している福岡市発祥の豚骨ラーメンチェーン店といえば。はい。博多ラーメン。種類福岡ラーメン。福岡でしょ。頑張れ、ここでやばい。うわやばい、こいつに関しても負ける。なんでもやばい。でも一段違う。わかんなすぎる、豚骨ラーメン。無理だな、OK。 はい、はい、一風堂。お、正解。ゴー、ナイス。バオ、いいね、すごい、すごい。ラーメンじゃん、多分。え、ラーメンか。ごまか、ごまか。ごま、ごまない。トッピング。そう、あれ、あれ、あれとかね。味玉ない。えぐいの来た。はい、ごつもり。しかも醤油ラーメン、ごつもり2つ。そうそう、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 そうそう。なんで醤油であっさりな。で、醤油で食うんだよ。え、お、いい匂いするじゃん、すごい。やばっ、うまそう。熱い。なんかテキーラの匂いした。一段潰したのよかったね。マジで、マジで。それぐらいうまい。一風堂いけたお前。じゃあね、どうせ無理だよ。福岡の有名なやつ。なんか知ってる。あ、やばいわ。え、ね、なんか、え、こんな多いんだよ、これ。やばいわ。豆腐、ポップコーン、何が効いてんの。おにぎり。あれ、いっぱいなもん。もうダメだ、そんな時。これでかけた。ドラえもん、ドラえもん、ラーメンが食えるようになる道具出してよ。お前に食え。もうダメだ、そんな時。
あと、じゃんけんもあるから。そうそうそう。自分のこと負けたもん。自分かもわかんない。なんか、ここでギブアップしてじゃんけんで勝とうかな。一番熱いから。いや、それ、このまま、ユートが悔いって言うのが一番いい。ちょっと。ちょっと。マルちゃんに。はい、これ。はい、消えた感じでーす。完食。すごい。もうまだでしょ。落ち着けよ、落ち着けよ。頑張れ、頑張れ、まだいける。ラーメンってのもあるな、俺。嫌なんだ、食べたくないんだ、体が。やったー、それ嬉しい。カップラーメンやっちゃったね、今。次だ。次の問題大事。お願いします。画像問題です。おえ？この花の食材を答えてください。いきます。はい。近い。人参。え？正解です。すごい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 。カリフラワーじゃないの？多分人参。なんで知ってるの？いや、もう、なんかの食材が出てきた瞬間、必ず人参って声が出ました。はい、アニメです。ちなみに、これ何とかされました？人参。すげえ。人参よ。どうだとさすがに。じゃあ、近い人参取れた。これ、やばい。これいく。ここからかじってスイーツ。いや、もういい。ちっちゃくね、ちっちゃくね。歯折れないから大丈夫だな。俺ら。いける。ユウケが大好きだよ。嫌いなんだよ。あ、そうだった。だんだん太くなってる。いきない。え、行こう。頑張るぞ。いけるいける。ユウケいける。いかっちゅこいつ。うわ、すげえ。まずいと思う、マインドが良くない。うまいと思えば。うまい。うまっ。取れたての人参で生でもいけますよって渡されると思ってくる。いけない。もうダメだ、そんな時。もう言うと。やばい。ええ、お前やばくない？やばい。じゃあ、それでは10分かかります。よーい、ピー。今が10分だね。ここどう？こうやってごらん。笑っちゃってるよ。先生、あれだよ、オーバーヒートしてない状態だよ。オーバーヒートしてない状態。あ、してない状態。えっと、こんぐらいでかすぎやろ。ちゃんと入れるんだ、キヤさん。いやろな。え、オーバーヒート前だよ。前だ。オーバーヒートで笑っちゃってる。いや、ちょっとね、すんなよ。腰上げんね。いや、ここら辺なんかも、ここら辺オーバーヒート。こういうこと。まだ太さわかんないから、これ長さは何ですか？あと何分ですか？7分。あと何分ですか？暇なんですよ、こっちは。結構ね、やばいかもしれない。暇なんですよ。いいけど、ユウトめっちゃいってんな、お前。いってるね。でも俺なんか太くない？下の。いや、俺長さったね。長さった。本当まだ行けば行くだけ太くなる。いいね。これダメだ。これちょっと時間かけたらいけるっつったわ。こいつダメだ。延長してますから、こっちも。大食いっぱいじゃなくて、水飲んだよ、間違いない。野菜結構食べてるでしょ。食べたいな。いいよ。
人参。誰が丸々で食いてんの。さあどうなんすかね。食べ過ぎって何でもいける。おい、いってる。やばい、もう全部の歯に人参が詰まってる。多分漏れなく漏れなく全部ある。やばい、マジお腹がいっぱい焼けてるもん。来た、ゆうとかだったぞ。はい、残り1分半です。もういいやん、これもうクリアやん、これは。全然そんなに無駄遣いしないっす。ゆうとはだいぶ良さげな感じはするけどな。ゆうと頑張ってんだよ、こば。こば、行けよ、お前も。よ、ちっちゃちっちゃいな。いや、大きいやろ。ちっちゃいな。もう、ちょっといや、いいや、どうぞ。あ、3、2、1、ゼロー。ユウとセーフ、ロバアウト。おー、いい。今日も見てくれてありがとうございました。今回はコバユが負けてしまいましたが、皆さんも人参はくれぐれも生で食べないように。強いよ、正直。人参こっちでもやばってんだ。やばいね。フランスさんなら食えると思うよ。人参なしでね。あ、人参はきついけどね。なんか人参無理だったら、なんか人参本当にすごいんだ、うん、ね。じゃあ人参と豆腐同じきつさだね。いや、人参の方が全然きついって。絶対今豆腐食ったらやばい。後半の豆腐とか入っちゃう。入っちゃうせーの、最初はグー、じゃんけんぽい、シャーシャン。夜中にいきなりさ、ほんまできるかな。食べきらずに。ゆうとくん、ああ、もう頭悪い子は問題解こうね。俺と一緒にみんなで勉強。